Alvein、行くぞ。勉強の村で暮らしていた二人の青年、クレスとチェスター。親友同士の二人は穏やかで平和な日常を送っていた。しかしある時、災害が彼らの村を襲い、村人はクレスとチェスターを残して全員亡くなってしまう。家族や友人を全て失い悲しみに暮れるクレスとチェスター。だが二人は偶然村にやってきたクレスの両親の知り合いの魔術師から、時を超える聖剣エターナルソードのことを聞かされる。災害が起こる前の時間に戻れば村を救えるかもしれない。エターナルソードに一縷の望みをかけ、二人は旅立つ。エターナルソードさえあれば、父さんや母さん、村のみんなを蘇らせることができる。いや、死ななくて済むんだ。わけわかんねえうちに全てを奪われるなんて、こんなことあっていいはずがねえ。俺は絶対に手に入れてみせるぞ、エターナルソード。妹のアミーのためにも。その人形はアミーの？ああ、形見だ。お前に似せて作ったんだってよ。下手くそだろ。あいつずっとお前のことが好きだったんだ。でも言えなくてよ。最後にようやく言えたんだよな。クレスさん大好きですって。そうだね。最後の言葉がそれなんてバカみたいだよな。そんなもんクレスを苦しめるだけだっての。本当あいつはバカだよ。チェスター、絶対にエターナルソードを手に入れよう。アミーのためにも。ああもちろんだ。エターナルソードはここから北にある遺跡に封印されているらしいね。かなり距離があるみたいだから、まずはこの町で列車に乗って近くまで行こう。お、ちょうど駅員さんがいるぜ。おーい。すみません、切符2枚頼む。切符2枚お願いします。あ、なんだよお前。あ、ごめんなさい。ん？どうやら空席は2つしかないようだぞ。その次の列車はいつ発車になるのかな。その次はもう明日ですね。明日か。困ったな。何悩んでるんだよクレス。2席あるってなら俺たちで乗ろうぜ。切符買おうとしたのは俺たちの方が早かったんだしよ。ちょっと待ってくれ。私には重度の方が早かったように見える。ちょっとミラ。なんだよ、言いがかりつけようってのか。悪いが、私たちにはやらなければならないことがあるんだ。行くぞ重度。待てよ、列車に乗るのは俺たちだ。チェスター、落ち着くんだ。これが落ち着いてられるか。やらなきゃなんねえことがあるのは俺たちだって一緒だろ。そうか、お前たちにも使命があるのだな。だが私は譲るつもりはない。だったらやるか。仕方ないな。おいチェスター、よすんだ。ミラも落ち着いてよ。ん？私は落ち着いているぞ。柔道も落ち着いて冷静に戦うことだ。そうじゃなくって。行くぜ。女だからって手加減しねえからな。望むところだ。
どうしてこんなことに。任せとけよ。血の気の多い人たちは、なんかとんでもないことになってきたな。魔人拳、魔人拳、魔人拳、天空レッツトヤ、俺らが負けるわけねえ。魔人拳天空レッツ、手加減はしたつもりだけど、魔人拳、魔人拳天空レッツ、天空レッツ、こうなりゃ石だ。負けねえぞ。天空レッツ、これはなかなか。魔人拳、魔人拳、魔人拳、足止めのつもりだったのか。こうなりゃ意地だ。負けねえぞ。どんどん騒ぎが大きくなってるような。次はどいつだ。かかってこい。ジェスター、無茶するなよ。
魔人剣、魔人剣、魔人剣、天空レッド、天空レッド、俺を避けるわけ、天空レッド、魔人剣、天空レッド、おや、魔人剣、柔道、何やら祭りらしいぞ。俺誤解だってば。魔人剣、魔人剣、天空レッド、魔人剣、少しは手加減してやれよ。大したもんだな、お前。マジで折れちまいそうだ。使命を果たすため、私は負けるわけにはいかない。列車に乗るのは私たちだ。天空レッド、やるけど天空レッド、僕だって天空レッド、この人たち魔人剣、行かなきゃ何年だ、魔人剣、当たるのだ、マミーのために、魔人剣、私も負けるわけにはいかない。魔人剣、魔人剣、決めさせてもらう。周りを見ねえから食らうんだよ。願ってるんだ。そこまでだ。決めさせて、一気に片付ける。周りを見ねえから食らうんだよ。魔人剣、天空レッド、ごめん、僕たちの勝ちみたいだね。私は負けるわけにはいかないので、切符は俺たちがいただくぜ。もっと剣の腕を磨かないと。大したことねえんだな。負けちゃったね。ごめん。何謝ってんだよ、クレス。勝負の結果なんだから仕方ねえだろ。あ、お前たちを責めるつもりはない。こうなれば取るべき道は一つだ。まさか奪おうってのか。走るぞ、柔道。隣町まで列車に乗っても半日以上かかるんだよ。心配ない、いつかは着く。そりゃそうだろうけど。ってちょっとミラ、待ってよ。行っちゃった。変な奴らだったな。切符争奪戦に勝利したクレスたちは列車に乗ってエターナルソードの眠る遺跡へと近づく。だが彼らの前に、彼ら同様エターナルソードを目指すセネルとクロエが立ちはだかるのだった。
やはり時を超える聖剣ともなると求めているのは僕たちだけじゃなかったみたいだね。知るかよ、俺らには譲れねえ理由があるんだ、相手が誰だろうとな。そうだね、村のみんなのためにもここで引くわけにはいかない。じゃねえか。なんだ、俺ら縄張りで何やってやがる。盗賊？ここは盗賊の隠れ家なのか。めんどくせえな。あっただめだ。邪魔すんな、容赦しねえぞ。俺が急で立ち止まるわけにはいかねえんだ。負けられ、あっただめ。天空で立ち、あっさとめ。引く気はなしか。だったら覚悟しろよ。天空で立て。俺もお前には負けぞ。あっさとめ。天空で立て。あっさとめ。なんか楽しくなってきたぜ。あっさとめ。引き止めのつもりだったのか。あっさとめ。痛い目に遭うならそこはやめだ。明日から働くぞ。Go!
エターナルソードを求めている。そこまでだ。ああそうだ、だからお前は諦めな。それはできない。抗うことができなかった理不尽に抗う唯一の手段。私にはそれが必要なんだ。真空レッサー負け、逃がさねえ。真空レッサー、やっやっ減少点。気はなしか。だったら覚悟しろよ。無念だ。お互いに譲れない思いがあるみたいだね。そんなこと分かりきってるだろう。生半可な彼を変えたいなんて思うものか。確かに真空レッサッチ。真空レッサッチ。それも真空レッサッチ。肉離れに逃がさねえ。真空レッサッチ。真空レッサッチ。真空レッサッチ。逃がさねえ。真空レッサッチ。その調子だぜ。真空レッサッチ。あっさとめ。真空レッサッチ。真空レッサッチ。セネル・クーリッジだ。かかってこい。エターナルソードを使うのは僕たちだ。譲るつもりはない。俺たちに譲れない理由があるんだ。真空レッサッチ。リッチ、あっさとめ。元や村のみんな、真空レッサッチ。お前に分からんか。真空レッサッチ。俺たちが十分分かってる。だったら求めるのだ。クールカードを変える機会を。戦いを譲れない。真空レッサッチ。なら戦うしかないね。容赦はしないぞ。ここまでだ。逃がさねえ。真空レッサッチ。あっかまで。真空レッサッチ。真空レッサー魔人剣。こんなとこで。私にはエターナルソードが必要なのに。ごめん、君たちの思いが本物でも譲れないんだ。もっと剣の腕を磨かないと。大したことねえんだな。これで良かったんだよね。たくよ、お前は気を使いすぎなんだよ。過去を変えたいと思う気持ち、それは僕たちも彼らもきっと同じなのに。同じもん欲しがりゃどっちかが泣くことになるのは仕方ねえだろ。いちいち気にしてたらキリがねえよ。そうだね。行こうチェスター。僕たちには他人を押し合ってでも叶えたい願いがあるんだ。そういうことだ。立ち止まってる暇なんかないぜ。
同じ目的を持つセネルとクロエを打ち倒し、それでも前に進むことを決めたクレスたち。しかし、ほとんど休みなく旅を続けてきた二人の体はとうに限界を超えていた。そうして、どこか休める場所はないかと考えていた二人の目に、とても美味しそうに実った野菜が飛び込んでくる。お、畑があるぜ。腹減ったし、この…いや、勝手に食べるのはまずいんじゃないかな。そんなこと言っても、こっちは腹減りすぎて今にも倒れそうなんだ。後で事情を話して分かってもらおうぜ。いただきます。ごく、逃げ、なんだこれ。かかったな、野菜泥棒め。なんだよお前ら。私たちが丹精込めて育てた野菜を盗み食いするなんて許せない。待ってくれ、黙って食べたことは謝る。だけどきちんとお金を払うつもりだったんだ。そんなの信用できるもんか。何度も何度も盗んでるくせに。はあ、何度もってどういう意味だよ。俺たちはこれが初めてだぞ。盗んだことは認めるのね。ちげえ。みんな、野菜泥棒が出たぞ。話を聞いてくれ、君たちは何か誤解している。問答無用。こりゃ戦うしかねえみたいだな。任せとけよ。野菜泥棒め、思い知らせてやる。完全に泥棒扱いかよ。話を聞いてくれ。今まで食べられた野菜の恨み思い知れ。真空で立つ。次元チャンピオン。真空で立つ。こんなでけえタンコブ見たことねえ。真空で立つ。次元さん、あいつなんや。次元さん、お腹が空いていただけなんだ。ああ、待ったなしの腹具合だっただけなんですよ。真空で立つ。はっ、ダメだ、勝てっこねえ。喧嘩売る相手を選ぶべきだったな。真空で立つ。
次元斬次元斬天空レッツ天空レッツゴーヘッ次元斬かかってこい見つかりしねえぞハッ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 ハシングメテオライト行くぞすごい。やめて。次元斬。
敵がいるみたいだ。真空裂破次元斬すごい動きしてるよ。気をつけろよ。アクサドメ早く来い。シングメテオライト行くぞ。俺たちは野菜を育ててなんとかやってるんだぞ。まだまだ次元さん許せないよ。熱くなりすぎてる。ガセンキ話ができる雰囲気じゃないの。本気で行くよ。最後となしく参加したらええな。まだまだ暮らしはまじ野菜はなかなか育たなくて本当の力を見せてやる。辛い思いをしながら必死に生きてるんだ。次元さんサドメ昇降陣真空裂破次元さん次元さん降天逃がさねえキャリー火星に周りを家から食らうんだよ次元さん僕たちは野菜泥棒なんかじゃない。君たちが積み上げた幸せを奪ったりするもんか。俺たちだって人の痛みは分かるつもりだ。この人たち本当に次元さん。うん、まずまずかな。思ったよりはやるじゃねえか。うん、あそこにいるのは魔物じゃないか。じゃあこの人たちは犯人じゃなかった。だから最初からそう言ってんだろうが。ごめんなさい。いや、さっき黙って食べようとしたのは事実だし謝らなくていいよ。よくねえだろ。ひどい目にあったんだぞ。でも誤解を招くような行動をしたのは僕たちだ。そりゃ悪かったと思ってるよ。こっちこそ本当にごめん。この村にとって野菜は生きていくための大切な収入源なの。だからみんな必死になりすぎちゃって。最近はマナの枯渇のせいで取れる野菜も少なくなってるから余計にね。そうか、大変なんだね。うん、でも平気だよ。辛くても頑張ればそのうちきっといいことがあるって信じてるからね、シング。うん、琥珀が信じてるなら俺も信じるよ。辛くても頑張ればか。そうだよな。今を頑張って生きれば未来だって変えられるんだよな。生きてさえいれば。
泥棒に間違われるというトラブルに見舞われながらも旅を続けるクレスとチェスター。そしてついに二人はエターナルソードの眠る遺跡へとたどり着く。だがそこではエターナルソードを守る少女リアラが待ち受けていた。エターナルソードをあなたたちに渡すわけにはいきません。どうして？ごめんなさい。謝られてもわからないよ。責めないであげてよ。リアラが悪いわけじゃないんだ。渡さないって言われて、はいそうですかって納得できるわけあるか。俺たちにはエターナルソードの力が必要なんだ。それが目の前にあるのに諦められるわけねえだろ。僕もチェスターと同じ意見だ。ここまで来て諦めて帰ることなんてできない。来るの？仕方ないわ。僕が倒し、俺の邪魔はすんなよ。わけわかんねえ。なんで俺たちの邪魔すんだよ。今のエターナルソードではあなたたちの望みは叶わない。どういう意味だ。極栄総破産。極栄総破産。次元斬。秋田止め。次元斬。極栄総破産。周りを見ねえから食らうんだよ。なかなか切れてんな。周りを見て食らうんだよ。次元斬。よし、まだまだ行く。逃がさねえ。次元斬。いい技だな。アクタ止め。行こうか。次元斬。グエン。極栄総破産。ゴーテン。
容赦はしない。やるな。アクタゴメン極栄総破産。こりゃなかなか。
空走破算次元斬次元斬悟空走破算悟空だ気をつけなきゃ次元斬逃がさねえグレイ最後の瞬間まで諦めないぞアクサ止め次元斬アクサ止め悟空走破算アクサ止め悟空走破算グレイ悟空走破算まさかもう満足してねえよなあの動き気をつけなきゃあの子の言っていることが本当だとしたら俺は悟空走破算この目で見るまではアクサ止めヤックヤック悟空走破算まだやれるっていうのハッグレイハッグ次元斬次元斬アクサ止め悟空走破算
人の人間を作るためには一人の人間の命を吸う必要が、百人の人間を作るためには百人の人間の命を吸う必要があります。命を吸うって殺すってことだよね。そうだよ。今生きてる人間を殺して新しい別の人間を作るのが、あの魔剣エターナルソードの能力なんだ。そんな能力使っていいはずがない。本当にそうなのでしょうか。メルリン、これはもともと私のもの、返していただきますよ。いつの間に、しまった、エターナルソードが。消えた？一体どうやって？先に行ってお待ちしていますよ。待つって、俺たちに言ったのか。行かせるわけには。リアラ、その今のは一体何者なんだ。聖女エルレイン、彼女の歪んだ思想と力に触れてエターナルソードは魔剣となってしまったんです。あいつのせいで。お願いします、エターナルソードを取り返してください。エターナルソードがエルレインの元にあっては大変なことになってしまう。わかった、行こうチェスター。魔剣となっていたエターナルソード、それを奪っていったエルレインを追撃するクレスとチェスター、そんな二人を待ち受けていたのは聖女エルレインの甘いささやきだった。エルレイン、エターナルソードを返してもらうぞ。返さねばならない理由がありますか。私は正しきことのために力を使おうとしているだけなのに。正しいことだと。私はエターナルソードの力を使い新たな世界を作り出します。愚かな人間たちの命を代償に正しい心を持つ人間だけが暮らす汚れなき新しい世界を。ふざけるな、そんなことが正しいはずがない。行くぞチェスター。任せとけよ。例えば滅んでしまったあなた方の村を再生することもできるのですよ。逃げるぞ。そこに生きる人々もろとも。だけどそのために同じ数の人間を殺すんだろう。そんなことは絶対に許されない。極栄装備。武者、罪人、次元さん、生きている価値のない人間を殺して正しい人間を救うことは罪ですか。国営総判。
剣も折れたか。もう戦えない。次元さん行こうか。世界に不要な愚か者を一人引き換えにすればあなたの妹は悟空と犯人が蘇るのですよ。あきさとめ次元さん、あきさとめ悟空ソウル、あきさとめ次元さん、あきさとめやるな。悟空総破だ。悟空総破だ。負けられない。次元さん、次元さん、悟空総破だ。この程度か。悟空総破産。すごい戦い方だ。見とれてしまう。行こうか。俺はチェスター。アキサドメ次元さん、次元さん、よく悟空総破産。気をつけろ。まだまだ止まるわけにはいかない。次元さん、次元さん、彼には分かっていただけそうですね。私の提唱する新世界の素晴らしさ。そんなことはない。チェスターは必ず戻ってくる。僕一人でもお前を止めてみせる。悟空総破産。僕の力を見せてくれ。剣も折れたか。もう戦えんな。悟空総破産。悟空総破産。あなたは思わないのですか。家族を蘇らせたい。お姉さんだけど、そのために誰かを犠牲にしていいはずがない。そんなことをしても父さんも母さんも喜びはしない。悟空総破産。次元さん、次元さん、悟空総破産。止まるわけにはいかない。見事な技です。それだけに美味しい。悟空総破産。
私の救いを拒絶するとは。アクタドメ！それは無理じゃない。どうした？次元さん！みんなを迎え立てようとした。僕たちは間違っていたんだ。タドメ！妹のアーミーなんだ。なのに新しい偽物のアーミーを想像して、それで一緒に暮らすのは分かるもんかよ。次元さん、アクタドメ、何としても止めるぞ。アクタドメ、次元さん、
神による癒しを享受しなさい。妹を蘇らせてくれないのですか。彼女の未来をもう一度見たいと思わない。お前、悟空総判、アビリを侮辱するな。確かにお前の想像する平和平和なのかもしれない。だけど体も心も平和も全て与えられて、リズム不足が生きてるって言うのか。そこまでだ。全ては終わり。すでに一時の悟空総判、悟空総判、愚かな痛えのを歯食いしばって我慢して、悟空総破壊、それでも前に進む、生きる悟空総破壊、プリズムフラッシャー、私の理想の世界、お前から与えられる偽物の世界なんて言うな。この世界で生きていく、苦しくても仲間がいるから。僕も修行が足りないな。そんなもんかよ。エターナルソードもリアラの元に返したし、これで本当に終わったんだね。そうだな。後悔してるのか。何言ってんだよ、そんなの当たり前だろ。だがよ、たとえ後悔してもアビーの望んでない道を選ぶことはできねえ。たとえエターナルソードが聖剣のままだったとしても、アビーは使っちゃいけねえと考えたはずだ。そうだね、過去は変えられない。だからこそ今を必死で生きることに意味があるんだ。生きていこうぜ、俺たちで力を合わせてよ。君は光、僕の光、強い光、照らしてくれ。ようやく俺の出番かよ。俺を選ぶかどうかはあんた次第だぜ。